今回も、戦闘ビッグレースの操縦戦です。味方チームは戦艦が1隻、巡洋艦が7隻、10回4隻。敵方は戦艦が1隻、同じく巡洋艦が7隻、10回4隻。巡洋艦というのにティア2からティア3。戦艦は出さないと思いますね。それでは、正面の方に敵の主力が固まっているようですが、なかなか味方がいないのであまり近づかないようにして少し前に進んでいます。見えてきました。戦艦が左前の方にいます。あるいは狙っていない。巡洋艦が前を通り過ぎますので、戦艦が近づいてきました。5キロ圏内ですけども、戦艦はこちらを確認していると思います。2隻から発見されています。実感がありますが、敵軍が優勢になりました。いませんね。敵は燃えていますので感動します。
らいが来てる。味方のぐらいですね。何が発見するかというか、戦艦ができてますよ。右舷に魚雷確認、魚雷確認。おお、危ない。無事に撃ってみました。二人の巡洋艦に向けてるので、それは戦艦と巡洋艦が並んでいる。ちょっと行ってみたい感じです。そしたら巡洋艦を狙っていく。いいコースで今魚雷がいますが、当たりそうだな。敵巡洋艦撃沈。耐久力がないので、おっ、危ない。一発流しますか。重要艦 5.5 キロ先の重要艦に向けて魚雷を確認しました。 3.7 キロ先の重要艦にちょっと一発当たりました。何だと、一発魚雷が今当たりました。何になったのかはちょっと分かりません。それでは右上の先端に向けて魚雷を確認しました。きちんと考えしますけど、これは近いと さあ魚雷が進んでいます。当たりました。2発当たりました。ボンボコス撃中。敵戦艦撃沈しました。中国で生産するですね。あ、やられました。一応やられました。撃沈ですね。でも2隻撃沈しましたので、まあ検討した方がいいと思います。はい、終わりました。味方の配慮です。私の方は、砲弾が5つ命中、魚雷が6発命中、2発、2隻撃沈、火災を発生したのが1つ、浸水を発生したのが1つですね。チームスコアは、あ、トップ。あれでトップだからやっぱり負けるはずですね。12隻のうちのトップの成績になっています。サウスカロライ、戦艦サウスカロライに魚雷を5発命中させて沈めています。それから、巡洋艦のウェイマースに魚雷が1発命中ですね。それから、駆逐艦の海風に、主砲が少し命中しています。それから G101、これにも主砲が少し、今回使用したのはちょっと理由忘れてましたけれども、日本駆逐艦のティア2の海風ですね。クレジットはどのくらい。クレジットというのはもう賞金みたいなものですね。このクレジットの、このお金が集まると、新しい船が買えたりします。62,000ですから、まあまあの成績ですね。では終わります。